私はラム、21歳の大学生。仲良しの友人たちと充実したキャンパスライフを送っている。そうだったの？そうそう。ん？カナ、どうかしたの？なんだか落ち込んでいるような表情をしているけど。あ、ごめん、私自身は別に大丈夫なんだけどね。うん？実は私の友人がさ、彼氏をサナエに略奪されて。え？偶然街で彼氏といる時にサナエと会っちゃったんだって。そしたらその後サナエと彼氏が内緒で二人っきりで会ってたらしくて、それで友達と彼氏は大喧嘩したらしいんだけど、彼氏の方がサナエちゃんには俺が必要なんだって言い出して別れたって。はぁ、またか。サナエというのは私たちの同級生の一人。サナエは自虐ぶりっ子がすごい子で、いつも友人や知り合いの彼氏に相談を持ちかけては、か弱い女性を気取って彼氏を略奪するのだ。私は本当にダメダメだ。今度二人きりで相談させてもらったのもいいかな。ああ、うん、もちろん。大学の多くの女の子が被害に遭っていて、私自身も何度も相談されたことがある。サナエ本人に直接注意をしたこともあるのだが。サナエ、いい加減人の彼氏にちょっかい出すのはやめなさいよ。サナエは相談したり話を聞いてもらってるだけだよ。それのどこが悪いの？見事なぶりっ子、これはプロの仕事ぷんに。こんな感じで全く反省の色が見えない。サナエも悪いが、なびいてしまう男性も悪いのは事実。結果として大学の女子の間では、サナエに彼氏の存在を知られるなという暗黙のルールがあった。カナの友人は本当にお気の毒というか。おはよう、みんな。サナエ、みんなで集まって何の話？サナエも混ぜて。あ、いや、大した話じゃ。あ、清水くん。え？この前はありがとうね。やっぱり清水くんって頼りになるね。サナエか弱いから。あ、いや、それほどでも。おい、授業始まるから席につけ。そっちが質問したんだから話を聞きなさいよ。はぁ、サナエにはなるべく関わらないのが得策ね。私もカイリの存在を知られないようにしないと。私には同い年の彼氏カイリがいる。付き合って1年ほどだが、カイリはいつも優しく最高の彼氏。そんな彼氏の存在がサナエにバレないように、この1年いろいろと気をつけてきたのだ。週末のデート楽しみだな。そして迎えた週末、楽しみにしていたカイリとのデート。カイリ、お待たせ。あ、俺も今来たところだから。それじゃあ行くか。うん。あ、この色カイリに似合うと思うわ。そっか、ラムがそう言うなら着てみるか。仲良しさん、プニプニもこんな恋人が欲しい。プニ、数分後。悪い、さっきの試着室に忘れ物した。取ってくるわ。それじゃあ私はここで待ってるわね。お、急いで行ってくる。焦らないで大丈夫だから、気をつけてね。サンキュー。カイリとの久しぶりのデートは楽しいわね。この後はネットで見つけて気になっていたレストランでランチだし。なんて幸せな一日なの。あれ、ラムじゃない？ね、サナエ、どうしてここに？どうしてって、買い物に来ただけだよ。変なラム。ラムは買い物？一人？そうね。やばい、カイリの存在がバレないようにしないと。一人ならランチ一緒しない？もうそろそろお昼ご飯の時間だし、ラムと一緒にランチするなんてあんまりないし。え？いや、それはちょっと、この後用事があるから。ごめんね。つまんないの。ちなみに用事って何？え？サナエもついていっちゃダメなやつ。今日暇してるんだ。ダメに決まってるだろ、プニ。ちょっと用事の内容は言えなくて。いや、気になる。やばいわ、そろそろカイリが帰ってくるだろうし、早くこの場を離れなくちゃ。おい、ラム。待たせたな。忘れ物無事見つかったぞ。カイリ、来ないで。来るな、プニ。サナエに気づかれる前にジェスチャーでカイリに近づかないように伝えなくちゃ。ラム、何してんの？うん、あと10秒で来いってか。違う、プニー。ふっ、
元サッカー部の実力をなめんなよ。なんで？どうだ、10秒以内に来ただろ。俺の瞬足に驚いたか。うん、てかこの人は、はじめまして、サナエって言います。私ラムちゃんの大学の友達で親友です。いつから親友になったのよ。ああ、ラムの友達か。はじめまして。カイリ待って。俺はカイリ、ラムの彼氏です。言っちゃった。やっちまったプニー。ラムの彼氏さんだったんですね。ラム、彼氏がいるなんて教えてくれなかったから。うん、変なことが起こる前にさっさとサナエから離れた方がいいわね。少し早いけど、カイリと一緒にレストランに向かおう。カイリ、そろそろレストランに向かいましょう。ん、そうだな。お昼ご飯、サナエもご一緒しちゃダメですか？今ちょうどラムと話してたんですけど、ラムに相談したいことがあって。はあ、そうだったのか。俺が遮っちゃったからな。悪かったな、ラム。俺に遠慮しなくていいから、3人でランチしようか。うん、違うのよ、カイリ。優しすぎるカイリの性格がアダに。やった、カイリさんって優しいですね。これ以上カイリとサナエを関わらせたくないのに。サナエがカイリに対して変な気を起こさないでくれたらいいんだけど。そして私たちはサナエと共にレストランに入ったのだが。カイリさんって理系だったんだ。賢そうだもんね。ちなみにどんなことを勉強してるの？ああ、ラムへの相談があるんじゃなかったのか。カイリとばっかり話して、私に話があるんじゃなかったんかい。やっぱりサナエ、カイリのこと狙ってるんだわ。サナエが帰ったら、カイリにサナエに気をつけるように言っておかなくちゃ。あ、やだ、服にソースが。大丈夫か？ラム、大丈夫？落ちにくくなるから、早くトイレで軽く洗ってきた方がいいよ。そうよね。ちょっとお手洗いに行ってくるわ。もう、落ち着いたな。行ってらっしゃい。ごゆっくり。最悪だわ。せっかくお気に入りの服を着てきたのに。早く席に戻らないとやばいんじゃないか、プニー。一方、カイリたちはというと。これうまいな。後でラムに教えてやろ。完璧だわ。顔よし、身長よし、性格よし。おまけに理系で将来性も悪くない。これは優良物件だわ。ラムったらこんなハイスペックな彼氏の存在を隠してたなんてね。でも残念でした。申し訳ないけど責めさせてもらうから。話してみて思ったけど、カイリ君って本当に素敵な人だね。うん、カイリ君なら私の悩みを話せる気がする。カイリ君、今度二人っきりで会えないかな。ラムには相談できない悩みなの。お願い。とりあえずシミが目立たないくらいに落ちてよかったわ。早く戻らないと。なんで二人が手を取り合ってるの？だから早く戻るように言ったプニー。この10分弱の間に何があったっていうのよ。サナエの悪い癖は人から話は聞いていたけど、自分の彼氏に手を出そうとされるとやっぱり怒りのレベルが違うわね。カイリは私の大切な彼氏よ。絶対に渡さないんだから。サナエには厳しく言ってやるんだから。いけプニー、コテンポアンにやっつけてやるんだプニー。相談？そうなの、私自分に自信が持てなくて。カイリ君なら私の話を真剣に聞いてくれるって思えたの。いや無理だわ。相談なら別の人にしてくれます。あ、サナエの手を払いのけた。この人、私の誘いを断った。嘘でしょ。でもカイリ君にしか相談できない内容なの。初対面の俺に相談したいレベルの内容なら他の誰でも大丈夫っすよ。意外と乗ってこないわね。どんだけ鈍いの。調子狂うわ。そんな、私はカイリ君とここまで話してきて、カイリ君なら相談したいって思ったの。誰でもいいわけじゃないんだよ。ここまで言えばさすがにほっとけないでしょ。悪いけど、どんだけ言われても二人っきりで会うことはないし、サナエさんの相談には乗れないです。どうして？なんだか出るに出れない雰囲気になっちゃったわ。会話から察するに、サナエが二人っきりで会いたいって言い出したのをカイリが断ってるのね。
さすが私のカイリ。どうしてって、ラムに余計な心配をかけたくないからに決まってるじゃないっすか。ラム以外の女と二人っきりで会うつもりはないんで。キュン、なんていい男だプンニ。プンニの彼氏になってくれプンニ。それと言っておきますけど、人の彼氏の手を勝手に握らない方がいいっすよ。勘違いされますよ。だからそれは勘違いさせようとしてんだっつーの。なんなのこの人、ラムに一途すぎでしょ。ありえない。でもこういう男の人こそ付き合ったらめちゃくちゃ私のことを幸せにしてくれるはず。絶対に落としたい。こうなったらプラン B よ。とことんかわいそうな女の子を演じてカイリ君の同情を引き出すの。そっか、そうだよね。ごめんなさい。カイリ君って本当に素敵な彼氏さんだね。大切にされてるラムが羨ましいよ。私はそんな風に大切にされたことがないから。これならどうよ。こんな か弱い美女カイリ君も放っておけないでしょ。自分で美女って言うプニ。サナエが泣き出したわ。泣いてカイリの同情を引こうってこと。なんて姑息な。ドラマ鑑賞みたいに楽しんでないで早よ席に戻りなさいプニ。このお客様何してるんだろう。はあ、ついに私の儚さとか弱さに落ちたかしら。そういう態度で同情を引こうとするやつ、いつも人の彼氏にやってるの。え、それやられる方はすごく不愉快だからやめた方がいいっすよ。不愉快って何を失礼ね。こんなに可愛くか弱い私に頼られることが不愉快なわけがないでしょ。これで何人の男が私に落ちたことかあんた知らないでしょうが。あっそう、やっぱりさっきのか弱そうな態度は男を落とすための演技か。やばい、自分からバラしちゃった。別にあんたが好きでやってることだし俺は何も言う権利はないけど、そうやって人のものを奪ってばっかりいても本当に欲しいものは手に入らないぞ。ただあんた、このままだと運命の人には出会えずに一生一人だな。一生一人。私がガゴーン、会心の一撃。どうしてよ、私はこんなに可愛くてモテモテで男が放っておかないのに。本当に自分にとって大切なものとか大切な人を見つけられてないからだよ。本当に大切なもの？本当に大切なものや人には自分から与えたいって思えるんだよ。あんたもそれが見つかるといいな。与えたい？カイリ、いつも優しくしてくれるのは私がカイリにとって大切な人だから。あと、あんたは別に可愛くもか弱くもないから、ずぶとくてしたたかなのが見え見えだよ。ズコンの一撃。相手のライフはもうゼロ分に。お客様、そのようなところでどうかなさいましたか？すみません、大丈夫です。ラム、遅いなって思ってたんだぞ。服は大丈夫だったか？お待たせしてごめんなさい。それじゃ、もう行こうか。その放心状態だけど大丈夫かしら。一生一人。やっぱり食事はラムと二人っきりがいいわ。こうしてサナエの略奪計画はカイリの私への強い愛の前に失敗に終わったのだった。のろけかプンに。あれから数週間後。サナエ、私は穏やかなキャンパスライフを送っている。カイリの言葉に思うところがあったのか、サナエはあれ以降自虐ぶりっ子キャラを封印している。友人たちもカナエの変わりぶりに驚き、そして喜んでいる。私自身も正直ホッとしているのだ。お待たせカイリ。おう。何よりカイリのサナエへの毅然とした態度から私への深い愛情を感じて、私は前よりももっとカイリが好きになった。カイリ、いつもありがとう。なんだよいきなり。そういった意味ではサナエにはとっても感謝している。
ラムよ。カイリだ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。初対面のカイリに相談できるなら確かに誰に話しても一緒よね。冷静に考えればわかることだと思うんだがな。まあ人に頼られるのって悪い気はしないからついつい騙されちゃうんでしょうね。よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてくれ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにしてこれからも応援よろしくね。また会いましょう。